こんにちは。やっほー。こんにちは。やっほーみんな。イエーイ。めっちゃ下から煽りアングル。今日も誰か隣にいるのと思うじゃん。私鏡なんだよね。誰か一緒にいると思った？残念、いません。一人です。武道館のリハ、武道館のリハですね。今日も明日も明後日も、今日も明日も明後日も武道館 3days。 武道館 3days、 武道館 3days が終わったら私は別仕事で別仕事終わって、それが終わったら握手会を2つ尽くして、それが終わったらやっと稽古に参加できるの。やばくない？普通にね、稽古にね参加できないんだよね。明日もね、波動があんの。うち明日稽古があんのに波動があるのねえ。稽古させて、私稽古マジで参加できないの。やばいんだよね。そうだし、明日明後日ワンチャン稽古参加できなくて、明日明後日でしょ、明日明後日が18でしょ、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29まで参加できないの。え、待って、今数えた、ちょっと待って、数えたんだけど数えられないわ。ん？18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、あ、12。え、やばくない？え、待って、え、やばくない？え、待って、やばい、え、待って、やばい、待って、やばいんだけど。え、私稽古に12日間参加できない。え、やばすぎ、待って怖い、え、待って、やばい、え、ちょっと待って、マジか、で30、31でしょ、1、2、3、4、5、あれ？8が本番だよね、オットタクシーって。8が本番で、前日に場当たりするとして、8が本番で前日が場当たりするということ、場当たりということは、まあ、稽古じゃないでしょ、で7でしょ、で6は多分舞台セッティングで多分休みなのね、で5でしょ、ということは5だから、で私そうだ、4日参加できないから、有楽町のがあるから、ということは30、31、1、2、3、4、5、え、やばい、待って、うち6しか稽古参加できないわ、やばい、あ、マジか、やばい、現実逃避したい、え、やばい、ちょっと待って、あ、マジか、あ、マジか、やばいな、1週間切っとるやんけ、えー、やばいな、もうみんなだってさ、私が休んでる12日間、みんなは毎日稽古やってるんでしょ、もうさ、シーンの順番も完璧だし、セリフも絶対完璧だし、ミザンソン完璧だし、歌とダンスもあるんだけど、歌とダンスも、私歌とダンスの振り入れ参加できないのよ、だから。ということはもうみんなを完璧に踊れるよっていう時に、私初めて振り起こししてきました、あ、合わせてくださいってことでしょ。あー、やばい、怖い、あー、怖すぎる、待って、12日空いたらセリフも忘れるよな、絶対。しかもさ、仕事してるの、丸一日仕事してんのね、マジで。と思うとさ、え、大丈夫かな、これえ、過去一忙しいと思う、私。え、やばい、ちょっと皆さん、私めっちゃ売れっ子なんだけど、どうしよう。やばい、私めっちゃ売れっ子なんだけど。
やばいやばい、売れっ子すぎて死にそう。すごい売れっ子、ありがとうみんな。だって私9月からさ舞台の稽古やってさ、10月じゃん、あの9月の末からさ武道館のレッスンでしょ、舞台本番やってるじゃん。で終わった劇場千秋楽で武道館ずっとやったでしょ、したらこの今の稽古プラスアルファ仕事してるでしょ。おーやばいね、なかなかにマジであれ休みないなあ、すごい、めっちゃ売れっ子なんだけど、どうしよう。しかも別に売れっ子でも、なんかその何、表に出てない売れっ子ね。うん、この覚えないといけない期間が長いっていうタイプの売れっ子です。あのはい、別にテレビ出て雑誌出てあのとかじゃないタイプの売れっ子ですね。はい、こう覚えないといけないことが山のようにあるタイプの売れっ子ですね。ありがとうございます。やばい、でも表から見るとさ何にもしてないように見えるよね死ぬほど忙しいんだけど。そうだよね、私も最近マジで疲労回復栄養ドリンクとあのマジビフィズス菌がもう毎日飲んでる。マジで欠かせられなくて、っていうかなんか今立ってることがすごいと思う。自分でもこんなに1日ハードスケジュールフルタイムで働いてて何時間労働なんだろうって思うけど、だって今日7時に、今日7時10分ぐらいに起きたの。めっちゃ寝れたって思ったもん。最近なんか6時とかに起きすぎてて、なんかね7時ってなって、7時めっちゃ遅いじゃんって思って。しかもでもね、一番嫌だったのがこう寝てるじゃん、で6時とかに起きててさ、こうやって寝てるじゃん、パッて起きちゃうの。うちパッて起きてやばいってなるの、焦るの。パッて時計見るじゃん、何時だってなって、待って今日何時集合だっけってめっちゃ何回も確認しちゃうので、あ全然時間あるわ、今日寝れる日だと思ってもう一回寝るじゃん、してまたパッて起きんの。やばいっつって、何時ってなるの全然寝れなくて、そうなの、ってなってめっちゃ起きて、しかもね、聞いて、今日の夢最悪だったの。どんな夢見たかって、今武道館のレッスンやってんじゃん、多分焦ってんだろうね。なんか武道館でなんかデトチリした夢を見たの。まず1回目起きた時になんかまあ普通のうちらがエイトの時にやってたようなステージの花道とかないやつね、でやってて、前の曲ユニットで前の曲がまあなんかそのユニットとかないんだけど、なんか多分8の時の感じだったの、1回目の夢が。でこうユニットやってんじゃん、バーって続くじゃん8のやつってね。でこうやってあ次の曲だと思うじゃん、なのになんか全然下手に行かないといけないのにマイク上手とかにあって、でやばいやばいってなって、それでもう曲が始まっちゃったので、えみたいな、曲始まったのに出てないよみたいな、バーって走っててやったんだけど、そう、それでなんかうわ失敗したってなってめっちゃ怒られて、なんかもういらないよみたいなの言われて、えってなって起きたそう、でもなんか悪い夢って人に話した方がいいって言うじゃないですか。だから今みんなに聞いてもらった、この今見てくださってるたくさんの人に言ってこれがマジで正夢にならないように、この悪かったことは夢ってあの悪いの言った方がいいって言うから、今言ったんだけど、そうで、なんかもういらないって言われて、なって起きたの。それでバーって起きたのね。で、もう一回寝たの。寝れると思って、もう一回寝た。それもう一回は、次はなんか、セットが、なんかね、すごい入り組んだセットだって、なんか、表っていうか裏のことだったんだけど、めっちゃ階段とかそれこそ登ってスタンバイしないといけないとか、なんか、裏のいっぱい出口がいっぱいあって、みたいな時に、それもどこから出んだろうみたいな、またね同じ感じで、またどこから出るんだろうってなって、でなんかやばいやばいみたいなってなって、でのまた見たので、パって起きたのね。本当にやばいそう、なんかそういうね、2回とも良くない夢を見ちゃったの。しかもコンサートでそう出とちったとか、なんか出る場所が分かんなくなっちゃったとか、
なんかもう本当にあダメだなこれはと思って。でもなんか悪い夢って人に言ったらそれはなんかこう言わないってダメじゃん。なんかいい夢ってあんま言わない方がいいのかな。でも悪い夢って言った方がいいって言われたからちょっとマジで今言ったみんなに聞いてもらった。これで大丈夫もう。これでもう大丈夫。なんか夢でも疲れたんだけどうち夢でも疲れた。なんか知らないけど、しかも2回ともいい夢じゃなかった。しかも最近疲れすぎててさ夢なんて見なかったの。だけどさこうやってちょっとさいつもより1時間ぐらい寝れるってなった時にさ見た夢がね最悪っていう。なんでやねんなんでやねん、こんなに頑張ってるのにいい夢ぐらい見させてよ夢でも疲れた。でもみんなに聞いてもらったからきっと大丈夫やと思います。ありがとう。なんか夢でもほんまに最悪やったわ。せっかく寝れたのに寝てるって思わへんかった。飛び起きてたし、なんか遅刻したっていう勢いでバーッつって起きちゃう。もうそのバーッて起きる起き方が疲れるよねね。とりあえずやばい本当に。でもとりあえず本当にこの休みないけどとりあえずオットタクシーのアニメは見ないとなと思って、やっと今オットタクシーのあれ11話ぐらいあるのかな、一番最後の回まで見たよ。もうなんかそうだからやっぱ見ないとなと思って、そうやるからにはねちょっとやっぱ見ないとと思って。でも本当に最近さ全然アニメとか全く見てなくて、もう見る余裕なくてマジ。帰ってきたら台本覚えてダンス練習して風呂入って寝るみたいな、食べて寝るみたいなしすぎててさ、アニメとか全く見てないの。でもなんか見ないとと思って見たんだけど、めっちゃ面白かったオットタクシー。でも一番最後の輪がまだ途中なのね、来る途中まで見て、あのもう出ないといけないからって見てないんだけど、あともう最後の1話だけなんですけど、めちゃくちゃ面白かった。うん、めちゃくちゃ面白かったです。そう、うちらの話はだから一番最後のやつの方の話だったなって感じで、感じ。もう野球とかもね全然、あでもなんか昨日ビバースとかで DM とかでみんなが野球ソフトバンクロッテさよなら負けしたっつって報告してくれたのは見たけど、もうなんかでもねちゃんと見れてないの本当ごめんなさい。なんかもう本当に全然ちゃんと見れてない。なんかちょっと本当にちょっとごめんね、本当に余裕がなくてさ自分に今なんか本当に申し訳ないなって思ってる。せっかくあれしてるんだけど、なるべく頑張ってメールも一日一つは絶対送ろうと思うし、ウィバースも絶対一個は動かそう、 DM の方ね一個は送ろうと思ってこういろいろなんかやってるんだけどね、ちょっとねなんかもういろいろ追いついてないなと。そう、そうなんですよ。いや頑張るわマジで。とりあえずもうオットタクシーアニメ結構面白かったんでね、なんだっけ、そうあの舞台も見に来てよかったら。でも私はもう本当にねこの稽古に参加できない12日間をどうやってみんなと同じレベルに持っていこうかなっていうので今すん、だってさあもうシンプルにうちらのキャストさん以外の人って今年も出てる人たちだったから、でももうその時点で頑張んないといけないじゃん。うちらだけだから初めての人たちでやばいなって思うじゃん。やばいなって思うプラスアルファうちら武道館も一緒にやってるじゃん。ということは人よりさもっと覚えられる期間が短いってことじゃん。出れないでしょ。でプラスアルファ私もっと出れないから、これをどうやってみんなと同じレベルに高く持っていくか。でも高く持っていくことって稽古を積んで高くレベルを持っていくわけじゃん。なんか舞台って結局人との掛け合いだからさ、一人でなんてできないんじゃん。相手いなくてさ一人でこうやってセリフ喋ってもさ、結局さそのミザンスとかさ、そのやっぱ相手がこう言ってくれたからこうとかさ、こうなったからこういう動きとかさ、そういうのがやっぱあるわけじゃないですか。だからどうやって、私こんなに稽古参加しなかったことないから、そのこの12日間稽古に参加できないっていう
この空いてしまった日々をどうやればいいのか。でもそれでさ、暇とかじゃないんで、シンプルに仕事してるから一日フルで、マジ朝から晩までということは、それもできる、もしかしたら体力がないかも、朝早く起きて夜終わって、うわ疲れた、パカって寝ちゃうかもしれないから、それをどうやって埋めるのか、どこで取り戻せばいいのか。っていうか、ダンス参加できないんだったら振り起こしはどこでしようかなみたいな、いつしようかなみたいな、うーんみたいなね。めっちゃそれがすごい今不安で、なんかすごい、せっかくオトタクシーっていう有名なすごいものに今回さ、メインの4人の中の1人に選んでもらって嬉しいし、みんなすごい優しいし、あの演出のね、成瀬さんもね、全然怒ったりしなくて、なんかすごい優しい、いい人なんだけど、だからこそなんか結構自分が頑張んないとっていうところがすごいあるのね。なんかここあんまり成瀬さんって割とこう、なんて言うんだろうな、なんか自然な感じでみたいな、自分が動きたいように動いていいよみたいな、言いたいように言っていいよみたいな感じだから、こう結構細かく見つける演出の人もいるの、このセリフでこう動いてとかっていう人もいるんだけど、成瀬さんはあんまりそういうのがなくて、思った通りにその人が離れたかったら離れていいよと、またあの中にはここの時にもうちょっと寄ってっていうのはあるんだけど、基本その決めるっていうことをあんまりされない方だからってなると、やっぱり稽古の中で実際人とやって動きってできてくもんじゃん。だから一人でできないから、これをどうしようかなって思うのと、なんかすごい舞台に余裕がないだろうなって思っちゃって、本番迎えても多分もう5日ぐらい、本番前5日で12日間空いてるから、多分余裕がないのよ、自分に余裕がないって結構やばくて、すごい中途半端にならないかなっていう心配がめちゃくちゃあるんだけど、まあなんとかするけどでもやっぱり自分でさ、そのさ、まあこんなに忙しくなるって思ってなかったから、当初の予定だと、なんかこんなにそのね、武道館と並行ですよっていうのは聞いてたけど、まあ、それ以外に仕事があるってさ知らなかったからさ、私はせっかくこんな有名な作品に出させていただけるんだったらやりたいなって思って、自分のスキルアップのためにやりたいなって思ってやりますって言ったんだけど、言ったんはいいんやけど、蓋を開けたらどないねってね、えどうしようなみたいな。でも結局できなくてもできても私のせいだから、そうどうしようかなみたいな、もうやっぱりみんなに迷惑かけられないじゃんねえ。私が12日間稽古参加してなかったとしてもさ、知らないお客さんからしたらさ、稽古1ヶ月やったんでしょって見えるし、だから隣にいるの誰、私だって、ほら私、そうだから頑張らないと。でも何が一番怖いかって、風邪ひかないかなと思って、今本当になんか私なんでこんなに丈夫なんだろうって思う。喉もやってないし、だってこんなにみんな熱で咳出てとかさ、体調不良でとかいるのに、マジでなんか本当に、えマジで本当になんかすごい頑張って、しかもこの過密スケジュール、私フルタイムで仕事してて、だって朝8時とか9時からレッスンして、そのまま稽古してってやってるのに、なんでこんな元気なんだろうなって思ってるけど、一番怖いのが武道館が終わった後の仕事があるんだけど、その仕事で絶対風邪ひくだろうなって思ってて、それ武道館が終わったっていう安心感プラスアルファ、シンプルに物理的に風邪ひくだろうなと思ってて、どうしようかなみたいな。でもさ、5日しかないの、寝込んだら5日、大体寝込むじゃん1週間ぐらい、そしたらもう本番になっちゃうから、私はどうやって頑張ろうかなと思ってて、どうやったら風邪ってひかないっすかね。なんか食生活も忙しすぎて、マジで最近コンビニ飯ばっかなの、栄養固まりまくってんじゃん。ここにねママがいたらな、栄養満点に帰ったら栄養満点のご飯が置いたんだけど、もう作る余裕なんてないからさ、
マジコンビニ飯だからもう栄養取れてないじゃん。もうどうやって乗り切ったらいいと思います？何漢方飲んどくか、もはや漢方。なんかさ、風邪薬とかダメじゃん。でも漢方って体にいいもんじゃん。いやもうもはや漢方飲んどくかな、今から。もはや ね、しかも食べてるもんがさ最低だからな。うちチョコばっか食ってんのもダメだよね、ダメだよね。でもね、もうストレス溜まるとねチョコばっか食べちゃうの。もうやばい最近。てか見て、みんないいな、今チョコレート持ち歩いてんの。このキティタンのポーチに入れてチョコレートを持ち歩いてるんだ。でももうないの。今日もいっぱい入れてきたんだけど全部食べた。1日の摂取カロリー、チョコレートだけで300-400キロカロリー余裕でいってる。うん、プラスアルファご飯食べてるからね。もうアンパンマンは君さ、僕さ、寒いから溶けないよ、溶けないよ。てん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 。最近ね、ゆなね、もうなんか6時に眠いの。なんか脳がもうパツパツだし、あとなんか眼球疲労がすごくて、なんかもう6時ぐらいになると目が疲れちゃって目がもう開かないの。なんかもう目がずっとこう、あ、目に疲労がみたいななっちゃうのね。だから夜寝るときいつも蒸気でホットアイマスクやってる。あともうむくみが取れなさすぎてメディキュットと、あのスッキリシップってあるじゃん、なんだっけ、スッピリシップ、スッピリシップだってなんだよ、スッキリシップあるじゃん、なんかそれをねやってんの。それで乗り切ってる。すっぴりしっぷり言えてね、すっぴりしっぷり。あー、もうダメだ、すっきりしっぷでね乗り切ってるんだ。だからみんな、ゆいながもし頑張り終わったら、まあ褒めてくれ、つかもう今ですら褒めてくれ、マジで。この毎日頑張ってるこの状況に。あ、そうだ、ゆいな、何が怖いかって、明日さ、マジでショールームいつしようかなって思ってて、明日ね、マジでする余裕がないのよ。朝、それこそ朝武道館のリハやんのね。でリハやった後に、武道館のフィッティングがあって、その後なんかちょっと あれあるの、あの何、収録みたいな、なんて言うんだろうね、なんかあって、その後に波動なのね。で波動ってめっちゃ終わんの遅いじゃん。だから私もうこんなに1日フルタイムで、あのマジ間なくて詰まってるのスケジュール。だからショールームをできることがもしかしてできないし、なんかシンプルにできたとしてもなんかもうぶっちゃ死んでるかもしんなくて、うちが。だからワンチャンチケットが、チケットを使ってしまうかもしれないっていうことだけは覚えといてくれ。とりあえず、いや波動前にやればいいんだけど、その波動のみんながメイクしてるとか時間に、多分うち別仕事してるのよ、その間にね。でそれ終わったらすぐ波動だから、あんま時間ないと思うんだよね。そのあれが、前の仕事がどれだけかかるかにもよるんだけど、でももはやちょっとやる余裕はマジないかも、うちに。だから明日本当にフルタイムで帰ってきてると多分23時ぐらいになるから、まあ、できるとできるかもしれないんだけど、ちょっと無理かもしれないから、なんか本当チケット使ったらマジごめんって感じ。ごめんやけど、チケット使ったらマジごめん。でも本当使わせてほしいちょっと使わせてほしいかな、さすがに。
ごめんなさいだけど、もし明日楽しみにしてくれてる人がいたら、ちょっと使わせてもらえたら嬉しいかな。倒れないためにもって思うから。お腹鳴ってんね。なんかお腹空いてないのにお腹鳴ってる。つかお腹空いてないけどめっちゃご飯食べるし。だからなんかもし日付回ってショールームしてなかったら、ゆりなちゃんも忙しすぎてダメだったんだなって思ってください。ごめんなさい。でもみんな、私は売れっ子だからさ、今別に表で仕事してないんだけど、裏でレッスンと稽古という名の売れっ子だからさ、覚えることがいっぱいなんすよ。だからみんな応援してくれ。表に出てるのが全てじゃない。裏で頑張ることもとても大切だ。えいえいお、よろしくお願いします。とりあえず売れっ子だと思って頑張るわ。とりあえずみんな、なんか、みんな、あれちょっとマジでメールとか全然送れてなくて本当に申し訳ないなと思うんだけど、本当になんかレッスン終わってすぐ稽古とか行っちゃいすぎてて、なんかその本当ごめんね。なんかファンクラブの動画ね、本当はブログ書きたかったんだけど、マジでちょっともう文章考えられなくて、もう頭がいっぱいすぎてさ、マジなんか言葉が考えられないのね、頭動いてないから。だからとりあえずもうブログが書けなかったから、てかこの先も書ける余裕はないから、もうごめんなさいと思って動画だけ撮ったんですよ。マジめっちゃ短い動画、その動画を送りました。なんかほんとファンクラブも全然動かせてなくてごめんなさい、すいません。ほんとブログも動画ももっと上げたいんですけど、何しろ本当に余裕がなさすぎる問題発生しすぎてて、すいません。でもとりあえず動画だけ上げました。ツインテールの日の動画だけね上げましたんで、よかったら見てください。じゃあそろそろ終了にするわ。そろそろね、はい。まあでも私来年の1月の末までちょっといっぱいなんでね、予定。やばいよ、来年の1月迎えたらさ、ゆりのもう入社25歳、やだね。アラサーなんだけど、怖いよ。やだ、アラサーだって、泣いちゃいそう。やだ怖いよ。25歳って言いたくない。何歳25歳とか、ちょっとマジで24歳っていう響きが若く聞こえてくるわ。やだ、もうだってこんなに忙しくしてるとさ、あっという間に25だよ。嫌なんだけど、もう悲しい。いやまだ若いかもしんないよ、世間一般では。でももうアイドルとしては若くないから、もうアイドルとしてはなんならね、短いからね。アイドルは短命だからさ、特に女性のアイドルは短命だね。男性のアイドルって割とそんなことないんだけど、女性のアイドルって割と短命だなって思うから、まあ、どっちかっていうともうゴールに近づいてきてるよね、アイドルとしては。まあみんな25歳になったとしても、ゆいなちゃんのこと好きでいてね。みんなが25歳ですって言って、ゆりなちゃんのことをおばさんだったりとかさ、うわーとかさ言うんだったら、ゆりなちゃん泣いちゃうわ。もう頑張れないかも、ゆりなちゃん。そう、だから私の数少ないファンの皆さんがそんなこと言わなければ、ゆりなちゃんは頑張れます。でもやっぱね、どうしてもね、年はね、やっぱりね、指刺されるね、一つの要因ではあるからな、難しいよね。でも大丈夫、見た目若けりゃ。本当に私前回の舞台犬猫の時にマジで思った。なんか年の話とかになって、何歳何歳みたいな、そう若みたいなねとか話してたら、逆に
自分より年上の人たち、30代乗ってる人たちがマジで見えなくて、え？みたいな、え？本当に言ってます？みたいな、年言わなきゃマジで分かんないじゃんって思ったのよ。だから逆にね、そっち目指してこうと思って、年言わなきゃ分かんないでしょみたいな、年聞いて、あ、めちゃくちゃ先輩って、なんかそれがいいなと思ったんですよ。それ目指して頑張るわ。でもだいぶユリナも年齢と年が追いついてきて、っていうか今もうほんとトントンぐらいだし、妹には逆になんかもうちょっと若く見えるよって言って、まあもうちょっとって言っても 1,2 歳なんだけど、全然 1,2 歳若く見えるよってそう言われるのね。だから、え？嬉しいんだけどってなっちゃったね。たった 1,2 歳だろうって思うかもしんないけどさ、たった 1,2 歳がでかいんだからさあ。でもシンプルにね、何があれかって言って、多分喋るとダメなんだな、こら。多分違う、人見知りしてる時だと多分それぐらいの年齢に見えるかもなんだけど、多分見えるかもなんだけど、多分喋るとだいぶ下がるかな、こうガクンとね。そうだから、第一印象の人たちが誰かと喋ってるってなると、割とあんまりその24に思われないんだけど、うちが喋ってない入り口から入ってる人はそれぐらいに見えるらしい。そうそうなの、そうなんだよね。何言ってんのかね、わけわかんないから、宇宙人だから喋ったのような。本当にランキング読みます。13位カズさん、12位ヌンネームさん、11位コジツネ777777さん、14位カヤンさん、何位まで読んだっけ、あ、10位カヤンさん、9位ヒラピラさん、エナの笑顔が一番でしょう、そう思う。8位秋彦さん、7位シュガーさん、波動ファイト、あ、そう、明日の波動ね、は、波動だってよ、波動ね、結構ユナのファンの人来てくれるよって、あ、行くよってこの間のお話し会の時に聞いたの。頑張る。ただもう疲労困憊でやばいかもしんない7位じゃなくて6位ナッティさん、5位ミスター社交辞令さん、4位サーマサさん、5位も頑張って、昨日の試合まさかの結果でね、それな、それな、さよなら負けしたんけい。10回の中で、ね、うち今日朝ニュース見てたんだよね、の時にね、ニュースだったかな、そう、あ、違うかな、ニュースか、朝見てたんだよ。そしたらなんか10回の裏かな、忘れたけどに3点取られちゃって、最後さよならで負けたっつってゴーン。3位雨やどりジェンベ弟さん、2位食べ過ぎ飲み過ぎ毎日頑張ってるあなたは素晴らしい。そうなの、私自分でも、いやもうここは自意識過剰に、自分は本当に頑張ってんな、マジ素晴らしいわって思ってます。こんなに両立が苦手な私が両立をやってんのはやばいと思う。まあ人によってね、そのなんかある程度得意不得意ってあるじゃん、私は本当にそれが苦手だから、すごい自分で頑張ってんな自分っていうモチベーションで生きてる。そうじゃないともうね、やっていけないから、自分褒めていかないと、頑張ってんな自分はっつって。そして今日の一球、あちちちゃちゃん、あき、あきちゃさん、金曜はアリーナ席から見るピンクフリフリだって、 ありがとうございます。オリックス応援してだって、オリックスも応援してるよ私もちろん。でもあのソフトバンクやばいからさそうなんですよ、オリックスも応援してますよもちろん、私大好きなチームです。というわけでありがとうみんな、頑張るねユリナは。それじゃあみんな、また明日やるか分からんけど、分かんない、マジ忙しいから、よろしくお願いします。じゃあみんな本当に見てくれてありがとう。あ、森永さんの CM
17万いたらしい、ありがとう、みんな見てくれて、あとツイッターでみんながゲットしたよとか言ってくれてんのもチェックしてます。ありがとうね、みんな。それじゃあまた明日、バイバーイ。